トリプル A 平賀さんの AV 世界で成功すると思いますか。本人とされた話とか気になります。いやそうなんだよね。あの日ね、日高が俺の家に来て真っ白いスーツ着たんだよ。お前何どうしたの、お前大丈夫、結婚式でも行ってたのみたいな感じ。真っ白いスーツ着たよ。いやもう決めてきましたみたいな。ようやるわと思って見てたけどさ、でもようやってるよね。うん、あのやり方って結構古いやり方なんだけど、まあでもなんか今のやり方をどっかミックスしてるっていうか、まあやっぱ頭がいいからね彼は。うん、まあ俺うまくいくと思うよあいつは。うん、これ言っちゃうとさ言い過ぎって言われるかもしれないけど、まあヒロも後輩じゃん。うん、ヒロもああなって、日高も、うん、ヒップホップの中のヒロになる可能性が僕はあると思ってますよ。うん、これ本当。うん、だからトリプル A の他のメンバーが何するかは置いといてね、うん、日高はそういう道を選んだんだから、それはそれで僕はあのいいと思うし、うん、何にも否定しなかった。うん、基本的に否定しないです僕。そいつがしたいっていうことを言われてやめろとかってあんまり言わないよね。やってみればっていう方なんで、独立したいといえば独立すればっていうタイプですから、まあまあ言ってこないよみんな俺にね。うん、まあ、うん、まあ、うん、そんな感じかな。うん、でもサイバーの藤田さんは、うん、ラップ好きですよね日本の。うん、うちで言うと日高。うん、やっぱトリプル A やりながらその一方で真反対 の、 そのヒップホップやラップの業界にいたっていうことがすごいなっていうふうに思いますね彼の場合で。自分でまた、まあ、事務所っていうのかなんていうのかな、うん、作っちゃって結構アナログっぽいなと思ったけど、でも実際やっぱり、うん、頭がいいからやっぱ全然違いますねやり方も。うん、今の時代にそぐってるような気もします。 BE:FIRST の勢いがすごく、それじゃ ABEX の売り上げが高くなっちゃう気がしてます。その辺りどう思ってますか。いやどう思ってないですよ。それでいいんじゃないですか。あのなんでそうかっていうと、それはさしょうがないんじゃないの、 ABEX が頑張んなかったらって他人事のように言ってますけど、僕はあの ABEX の代表ですけど、いろんな会社の株を持っていたり役員したりしてたりもするんで、別に ABEX だけが目立ってますけど、それだけじゃないんですよ。なんであの日高さん、日高がやってるところも売り上げが高くなると僕は嬉しいですね。だから何にも気にしてませんし、それはやっぱりね資本主義で競争している以上しょうがないんで、うん、負けちゃう ABEX がダメだっていうふうに思いますけど、まあそれは ABEX ってね何気にねいろんなことやってるんでね、あの売り上げとかはなかなか抜けないですよ。レコード会社じゃないですからね、あの会社も、あの会社とか言ってますけど、いろんなことやってるんで、あのそう簡単には抜けないと思いますけど、抜いてくれたらこちらも嬉しいです。はい、ジシーさん、トリプル A のブラッドオンファイアのような曲は今の曲にはあまりないと思いますが、売れる可能性はありますか。どういうこと。デビュー曲みたいな曲を今作ったら売れるかってこと。売れるんじゃないかな。うん、あれは思いっきり自分やってますね。はい、いや、ああいうの好きなんでやりたいですね、僕は。はい、ナナミさん、トリプル A のファンクラブ解散になりますが理由知ってますか。ファンクラブ続けてほしい、トリプル A 復活の望みとして。解散になるんだ。なんでだろうね。まあでも解散っていうか、トリプル A は解散してないよね、名目的には。休止、まあでもその休止してる間にお金を取っちゃいけないっていうことじゃないですかね。復活の望みっていうのはファンクラブがなくなったりしたらないとか、ファンクラブが続いてるからあるとかっていうこととは関係ないと思いますよ。うん、もっと全然別なことだと思いますね。ないとは思わないですよ。うん、復活っていうか、うん、まあ、それぞれがそれぞれ の人生を生きていくわけなんで、そこに関してはもう大人なんで、僕は何回見て口出しはしないですけど、復活っていうか、もう一度やるかやらないかっていうのは、僕も分かんないですよ、実際問題。だから分からないっていう答えしかないんですけど。
前もここで言ってると思うんで重なっちゃいますけど、僕も望んでいます。はい、日誌は社長から見てもやっぱり逸材中の逸材ですか。日誌は俺から見ても逸材中の逸材です。今日のサングラスどこのブランドですか。これはあの日誌の西島があのどっかで作ったメガネで気に入ったんで、500個ぐらい買いまして、レンズ全部変えてみました。うん、なんかこれ前のスタイルで言うと老けて見えるって言われるんですけど、そんなことないですよね。トリプ A の女性メンバーのメインボーカルに宇野美沙子が選ばれた理由を教えてください。宇野美沙子は15、6歳からもうずっとレッスンをしていて、何回もレッスン生だけが集めたオーディションみたいなのも何回もやって、うん、で結局トリプ A っていうのは全員ソロでもいいような子たちを集めて、でグループにしたんだけど、うん、その時に宇野も入ったっていうことだから、やっぱりメインボーカルにした理由とかっていうのはなくて、うん、その時にあの男女混合のグループをやろうと思っていた中の一人として宇野がいいなと思ったから宇野を使ったっていうだけですよ。愛は元気ですか。2年前に母親になった彼女ですが、子供を持ち時間の使い方も家庭に割く時間が増えたように思いますか。わかんないな。あの子はもう、うん、それは出さないよね。うん、でもそうだと思うよ実際には。だってさ、お母さんだからね。うん、あゆのお母さんが、なんか言っていいのかな、一回別に、あゆのお母さんがあゆのことをお母さんになったって言ってたから、やっぱお母さんなんじゃないですかね。うん、またこういうこと言って怒られちゃうからさ別に怒らないけどね。よいしょ。お疲れ様です。お疲れ様。最後感動的でした、ね。うん。まあ複雑だよね。なんかグループはグループでやればいいとも思うけどさ、まあ、でもどんなグループでもこういう時って来るんだよね。やっぱり子供の時からみんな一緒にやってるわけで、16、7から見てるわけだから、親みたいなもんじゃん。まあみんなが、うん、それぞれやっぱり夢がね変わっていくのもしょうがないし、まあ、それを見届けてあげることも必要だと思うから、ただ間違った方向に行かないようにね。うん、それは別にその俺の都合とか会社の都合とかさ、それは全然関係なくて、うん、親離れしていくわけだから、俺も子離れしなきゃいけないし、うん、トリプル A 以来作れてないんだよね俺も、うん、だからそのなんだ、自分の子供で言うとさ、最後の子供が大学卒業したみたいな感じだから、うん、これから子供を産むのもね、うん、って考えると、うん。